こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、立川競輪場で、えー、開催されます。競輪グランプリ2019。えー、11レースで行われます。そちらの予想をお送りしたいと思います。えー、競輪グランプリ2019。ご覧のメンバーですね。えー、特別競輪を 勝ち上がってきたり、賞金上位のえトップのメンバーが集まっております。えー、私の本命はですね、まだあの、G1 は取ってないですけど、地足を生かしてですね、 えー、まくる、西日本勢の清水を本命にしたいと思います。えー、松浦との、えー、折り返しを、えー、本戦にしたいと思います。では、もう少し詳しく見ていきましょう。ケーリングランプリ2019-11レースです。メンバーはご覧の通り、小切れ戦となっております。 ラインができるのが3つ。日田雄大佐藤慎太郎の北日本。清水松浦の西日本。脇本村上広之の近畿となっております。桑尾と中川、神奈川の軍事。埼玉の平原は短期となっております。3連単の支持率。 えー、に、にった、松浦、脇本の順番ですね。この3人が中心となっております。以下、清水、平原ですね。えー、バック回数はですね、脇本とにったが競技に出ておりまして、えー、これカウントされておりません。なので、これだけで、えー、見るのは難しいんじゃないかなと思います。 スタート回数は佐藤慎太郎、村上博之が多いですね。松浦、まあ、も4回で多いです。えー、これが二車団のオッズとなっております。比較的混戦になってるんですが、一番人気は7番、3番ですね。ま,あ、まだ流動的なんですが、新田脇本、 自力同士ですね。ラインが2社できる自力同士。15.8倍。これが一番人気じゃないかと思われますが、微妙に3番7、裏の3番7番の方が人気ですね。15.6倍。えー、これが一番人気じゃないかと思います。他にも7番2番だったり3番2番。えー、松浦へっていうのが、 売れてますね。で、2番5番が19.2倍、北日本両社。えっ、ー、と、なっておりまして、このあたりが20倍を切るオツになっております。つまり、やっぱり、新田、脇本、松浦から売れているということになりますね。最もっとも、 軍事はちょっと売れてないかな。軍事と佐藤慎太郎はちょっと売れてないかなって感じはありますが、その他となると結構100倍以上が少なく、まあ、村上は多少あるぐらいですかね。えー、非常に、あの、何にするかっていう決めかねてるなっていう感じを覚えます。11年数は、あの、 このメンバーで、競争得点的は120.17の、清水がトップ2、2番目が松浦。この2人の西日本勢がトップ2位を占めてますね。で、えー、っと、競輪祭の清水は、とにかくバックを取る競争が5回中4回と多いです。 積極的な競争に徹しているというのがわかりますね。一方、松浦に関しては、バック回数7回と、とっていうのは逃げや的な感じがするんですけど、この k 理員さんに関しては、えー、自力は抑えて、人の後ろを回る競争で k 理員さんを取ることができました。この、あの、競争スタイルの差が、 グランプリにも影響するんじゃないかなと思っております。脇本は意外とバック取れてなかったんですね。名古屋オールスターでは。また、一方で、最終日のみですね、負け戦のみですね。一方、日田準決勝で1着取って、決勝の優勝につなげていますね。 他、保証欠如とか、家事都合欠如とか多くて、まあ、この絵だけで見て、連帯率とかも見て、あの、わかるものではないですよね。で、非常に難しい。えっ、ー、と、目が苦しいと思いますが、じゃあ、まず誰が先手取るのかっていうのを考えると、やっぱり、 えー、脇本しかないんじゃないかなと思います。やっぱり、お金欲しいですからね、皆さん。はい、まくりで決めたいっていうのは、あの、全員が考えるとこです。基本的には人より前に行ってまくりを打って決めたい、じゃないかなと思います。まあ、脇本、村上の後ろが欲しいってことですね。で、えー、っと、脇本と中川との関係があるので、 中川は、村上の後ろあたりにつけて、多分脇本が先行するってのは分かってるんで、つけて、あの、そのまま追走して、2センターあたりから勝負かけたいんじゃないかなと思います。村上なら完成し、脇本が垂れたら逆転もできると、あの、考えてるんじゃないかなと思います。短期勢どうするんでしょうね。 中川以外の、軍事や平原は正直、縦の足的には身を取る。やっぱり平原も足落ちてきてる感じはあるんで、思い切った競争。つまり、村上の横でせることも、まあ、考えてるかっていった流れ次第なんですが、どうしても引けないときは粘っちゃうんじゃないかなと思います。もしくは、 隙を見て中川のとこを奪,奪って3番手取っちゃうかですよね。で、乱れてくれば清水なり新田なりがあのチャンスと思ってるでしょうね。村上はやっぱり脇本が仕掛けた時離れないことと あと、まあ、追走できたとしても粘られ、他の平原や軍事に粘られないこと。清水を場合によっては、あの、小倉経理祭の決勝みたいに粘ってくる可能性があるので、結構村上は神経使うのではないかなと。あと、まくってきた選手を、まあ、外に張りながら自分のコースをついて、え、踏めるような体制も整えないといけないんで、 まあブロックとも言うんですけど、まあ自分が、えー、その前を援護するブロックっていうより、村上もお金欲しいですから、自分が開くためのコース、うまく踏むためのコースをするために、えー、外に張り付かれる恐れもありますから、まくってきた選手に、それをさせないために外に張って、自分、えー 直線で自分が踏むコースを開けるためのブロックは考えているんじゃないかなと思います。そうすると結構村上も足使うんで、どういうタイミングで足,足を残すか、また前の脇元の粘りはどうなのかっていうことによって突き立てする可能性も、えー、考えられますね。 一応、えー、脇本、村上が逃げて、中が3番手ですが、番手3番手は、郡司、平原が、あのいや、まあ、場合によっては清水が狙ってくるかもしれない。まあ、清水にしてみれば、それはあくまで奥の手で、その、えー、4番手あたり、その真後ろを取りたいと考えております。 まあ、もっと言えば、にった佐藤より前は取りたいですよね。で、にった佐藤はもう足かん、えー、そこには加わらずに足を溜めることだけ考えて、一気に踏み出すっていう流れじゃないかなと思います。なので、脇元をかかりがいいと、ちょっとニッタは苦しい。逆に脇元は垂れて乱れると、 似たチャンスだってことになりま,すまあ、その、3番手とか番手が乱れるっていうのは可能性はどうかな。結構、グランプリって単調な競争になって、番手ゼリーが、をやってるっていうのがそんなにないんですよね。まあ、1999年の平塚グランプリの伏見の後ろで競ったケースなどはあったり、 えっと、短期自在だった、何年だったかな、わ忘れた、忘れましたが、浅井孝太が6番車で番手を取って、えー、差して優勝したケースはありますが、基本的にはあんまり番手ゼリはなく、一本の単調な競争から最後、あの、踏み合って、あ伸びました。 伸びた選手が勝ちましたっていう流れが多いので、基本的にはやっぱり後ろに置かれるとちょっと厳しいんじゃないかなと思います。あと、要因として考えなければならないのは季節なんですよね。やっぱり冬。ここのところやっぱり寒い日が続くんで、 また風も出る可能性ありますよね。となりますと、競技向けに、競技ってやっぱり室内で行われるケースが多いんで、ドーム内の風はあんまり、ドーム内だと風はあんまり考えなくていいんですよ。特に横風は。でも、こういう、明日は立川なんで、 屋外バンクになってしまうので、やっぱり横風受けてスピードが鈍るっていう可能性は考慮しないといけないと思うんで、そこが新田や脇本にとって向いているのかなという懸念はありますよね。最初実はあの脇本本命にしようと考えてました。やっぱり先行一社なんで、有利に自分のペースで運べて、 え、村上も突きバテさせて、えー、まくってくる選手も届かないという。まあ、あるとすれば、ちょっと最後垂れた時の村上の差しぐらいじゃないかなと思ってたんですが、脇本も新田も、うん、やっぱこの季節、夏にグランプリやるんだったらチャンスなんですけど、この季節にグランプリやるとしたら、 ちょっと向いてないんじゃないかな。確かにあの、日田も、日田はあの、屋外の冬での寒い時期での優勝はあるにはあるんですけど、やっぱりベストは6月から9月ぐらいの夏が、日田にとっては一番ベストなんですよね。でその季節から離れてるんで、外れてますし、やっぱり競技向けの 練習をしちゃってるので、調整がなかなか難しいと思うんです。まあ、これは脇元にも言えて、より来年、あの勝負のオリンピックがあるんで、そこでグランプリ、屋外の競輪のグランプリ向けに調整するっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなと思いまして、より、あの、競輪向き、冬向きの地足タイプの方が、これ来る可能性が、 高いというか、有利だと思うんですよ。なので、ジャッシュタイプといえば、清水じゃないかなと思いまして、で、さらに、競輪祭での積極的な競争は、今回の布告と見まし、見まして、松、ま、浦、あ、優勝することができました。なので、このグランプリは、まくりで、あの、うまく優勝をもぎ取る。 最後の末足にかけて、かわし去るっていうことをあの考えてるんじゃないかなと思いまし,思いましてで、それがおそらく今のに清水の力をつけた実力、あと、まあ、先行もできるあの、踏む距離の長さだったら、あの うまくいくんじゃないかなと思って、清水を本命。本戦はもちろん、松浦との折り返しとなります。で、あと、脇本が足をうまく余した場合の5335。それから平原ですね。やっぱり、結局、腐っても平原だと思うんですよ。なので、 村上のとこに行ったり、中川をどかして3番手取って、そこから、あの、うまくコースをついたりというのは、やっぱり夏だと、トップスピードがある夏だと、ちょっと今の平原では苦しいかなと思うんですけど、やっぱりグランプリの冬だと、トップスピードが落ちる分、平原のうまさも、 あの出てくるんじゃないかなと思うんで、軽視はできないなと。あとはやっぱり、脇本番手を回る村上ですね。さらしへ回せ、回れば、抜け出すチャンス、抜け出して、まくってくる清水とのワンツーじゃないかなと。逆に、前が乱れてたり、まあ、中川が、あの、先まくり打ったりする,する場合はあるんで、 そこに中川の後ろに乗れるんじゃないかな、清水が結果的に。そうした場合に、やっぱり隊列が短くなるので、ったあたりもチャンスがあると思うんで、一応、押さえとしてったというわけで、松浦からだったら、んあんまりつかないんですが、意外と清水からだったら、一番つかない5にでも29.3倍。 ま、25だと19.2倍ですが、ま、大体他は30倍以上ついたり、えー、8番9番だと結構つきますよね。特に5番9番だと満車券になるんで、9番5番もそうですよね。あの、 妙味があるんじゃないかな。あと、清水一番定数あるのになんでこんなに人気ないのだと、松、ま、浦、あの引き出し役になるんじゃないかなっていう、まあ思いがあると思うんですが、私は逆にそういう場合は、あ、KD 祭の優勝のこともあるんで、今度は清水の番じゃないかなと思いまして、えー、清水を本命とさせていただきました。 以上、ケイリングランプリ2019予想を送りいたしました。いかがだったでしょうかもしお気に入りましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にはドレス記載しています。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。 えー、非常に長くなって申し訳ありませんでした。ケーリングランプリ。えー、年末の大一番、果たしてどのような結果になるんでしょうか。えー、私は、えー、地足が生きると思いまして、清水を褒めさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。